皆さんこんばんは。日本ネットタニタお久しぶりです。始めます。私のコーナーなので、タニタコーヒーと食べ合わせみたいのをしたいと思ってます。今日はデカフでやりますね。はい、ということでコーヒーを入れてあります。はい、タニタコーヒーは絶賛タニタオンラインで発売中ですので、お買いください。よろしくお願いします。今日は皆さんご存知のチートスですね。マッカンチーズ味を見つけてしまいました。なのでこちらとタニタコーヒーの相性を、はい、比べてみたいと思っております。これはね、オーブン電子レンジで、できて3分やって溶かしてうんぬんかんなんてやつですね。はい、いただきます。マッカンチーズは皆さんアメリカの定番のおかずですかね、ご飯ですね。はい、いただきます。うん、あ、マッカンチーズ分かります。マカロニとね、あそこ、これね、なんでチート好きな人はもうこれ即買いですね。はい、タニタコーヒーディガー、美味しい、普通にありですね。お買い物に行って見つけてしまいました、こんな面白いもの。今の先ほどねご覧いただいて、こちらがねノーマルなんですけど、なんとハラペーニョフレーバー、ハラペーニョ分かりますか、辛いやつね。ハラペーニョ、チージーハラペーニョってやつ、これ危ないなと思って買ってみました。ちょっとね、色がねもう緑っぽいんですけど、さっきのと違い分かりますかね。さっきののこのさ、辛いんだろうな。あ、そこまでいかない。あ、美味しい。あ、美味しい。ピリッとして美味しい。あ、好きな感じですね。これ美味しいですね。さっきのに、はい、ハラペーニョが入ってちょっとピリッとするんですけど、あ、ガンガンいける。美味しい。あ、もう食べれねえとかじゃない。美味しい。これに入ったコーヒー。当然いいですね。完璧ですね。で、これで終わると。終わるんじゃなくて、もう一個見つけちゃったんです。これはあんまり食べ合わせしたくない。フレーミングホット。もう混ぜてる時からもうダメだと思いました。これ見てください、この赤。食べます。いただきます。赤いけど、いただきます。辛い辛い、え、しまってまって、え、辛い、え、我慢できる。あー、なんか焼きそばやった時みたいに、あーまでいかないんですけど、まあ、食べれます。さっきより全然辛い、全然さっきよりすごく辛くなりました。あ、でも食べれないわけじゃない、単体で食べれないわけじゃない、カレー食べられないわけじゃないな。うん、これも美味しいです。美味しい。これと、何でこれ。美味しい。どれも合う。美味しいですね。はい、ということで、星つけなくちゃいけないんですけど、どうやってつけるのかな。これだけじゃないですか。まあ、チートスがそもそも好きで美味しいですからね。タニタコーヒーとチートス、一応マッカンチーズしますけどね、マッカンチーズのチートス味、欲しい。9つにしときます。9にします。美味しいから、なぜなら美味しいです。はい、こんなことをやってる、タニタコーヒーですけど、タニタコーヒーはですね、クロロゲン酸が通常のコーヒーより2倍入っていて、脂肪燃焼を助けるというのがクロロゲン酸の、まあ、効能なので、こういう、まあ、食べ合わせやっても少しはダイエットに寄与するかなっていうものですので、ぜひ、皆さんもタニタコーヒーと食べ合わせやって、面白いのがあったらぜひ送ってください。よろしくお願いします。ということで本年もよろしくお願いします。それではまた来週じゃない、また今度、さよなら、ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします。